いやー今日撮影なんですけど、まだちょっと企画が決まってないんですけどどうしましょうね。そうなんですよね。っていうかランディ今日も遅刻ですよね。まあまあいつものことでもうすんですよね、はい、みんな揃ってるんですけどね、はい、あ来たんじゃないですか、はい、ランディ来ましたかね。相変わらず怒ってますよランディ。遅刻疲れたよ。なんだよこんな朝早くよ。今日撮影日、今日撮影日ですからね。で遅刻で逆切れも、遅刻って少しだけだろ、小さいこと言うなよ。少しでも遅刻は遅刻なんだね。ランディみんな集まってますからね。わりかし今日は早めだったね。そうだよ、頑張ってきたんだよ。1時間とかじゃなかったもんね。ただそうだよ、逆切れはねやっぱりそうだ、あんま良くないな。ごめんねから入ってほしいな。一体何撮るんだよ今日は。それがねランディ今ちょっと小山さんとも話したんだけど、まだ決まってないんだよね。決まってないのに何こんなに早く呼んで。でも撮影ですから早いのは早いですよ。とりあえずみんなで話してたのが、とりあえず食事でもしながら企画を考えようかっていう話になってて、はい、おいいね。どうなの？ランディもうハングリーなんだよ。ハングリーお腹空いちゃってるんだよ。そうだよ。じゃあそれで考えればいいじゃん。そうですね。でもランディまだ午前中なんだけど何食べたいの？何食べたいってハングリーなんだよ。だからランディはもうハンバーグ行っちゃったよ。ハンバーグ午前中からハンバーグ元気すぎる。でもいいよ。あーなるほどね。いいそうだろ。ハンバーグいいっすね。ハンバーグいいだろ、行こうぜ。今日のね力に変えていくっていうところ、ね、そうだよ。ハンバーグ行こうぜ。いいじゃないですか。いや、ね、ハンバーグだったら行こうですかね。あー何言ってるんだよ。この辺で言えばハングリータイガーに決まってるだろ。ハングリータイガー、そうだよ。しかもハングリー言っただろ。ちょっと聞いたことないですよね。ハングリータイガー、ハングリータイガー知らないのか。どこ知らないです、知らないです。保土ヶ谷の方、戸塚とか横浜とか神奈川、日本中にあるんだよ。いやいや日本中にはないと思いますね。僕初めて聞いたんですよ。知らないの？知らない知らないすごいデリシャスだから行こうぜ、うん、そうなんだ。その乗り気ねえなお前、まあ、神奈川ですから、ね、ここ東京ですからね。行けないよ、行こうぜ。でもまあやっぱり無難なところでビッグボーイじゃないですか。なんだそれ。いや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 、ちょっと待ってください。今黙って聞いてましたけど、やっぱり北関東譲れないのがあるんですよ。フライングガーデン。フライングガーデン北関東またなんで知らないし栃木推しですよこれ。なんだよ北関東だけですよ。いやいやいや神奈川こう言ってて栃木推し。いや神奈川まで行くんだったら埼玉や千葉にもあるんですよフライングガーデン。フライングガーデンでもフライングガーデン美味しいんだよ。どうしたんですか。あれあれあれ、どうしたんですかデスク。いや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 、みんなハンバーグって言ったら、はい、爽やかでしょ。あー確かに爽やか、爽やかさは美味しかった、ね、いやでもでもデスク確かに分かります。テレビとかでやってますもんね。ただ静岡はちょっと遠すぎますよ。いや爽やか行こうよ静岡。いやいやいや遠いし知らないし、せっかく食べるんだったら爽やかで。うまいのかよ。美味しいよ。いやハングリータイガーの方がうまいよ。ハングリータイガー、ライグガーデンですよ。いやいやいや、ハングリータイガーだよ、ね、爽やかだよね。いやいや、ブロンコビリーです。ブロンコビリー、ブロンコビリーステーキ屋さんですよ。何言ってるんだあいつ。ハンバーグが美味しいんです。ブロンコビリーでハンバーグっていうのはこれまたちょっと新しいですね。いやいや割れましたけど、うん、もうフライグガーデンに行きましょうよ。いやいやいや、ビッグボーイですよ。ライガーだよ。やっぱりビッグボーイです。なんだそれ、大きい少年じゃねえか。まあ、親父ギャグ。大きい少年じゃねえか、これ。直訳するとね。直訳すると、まあそうなっちゃいますけど。いや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 。でもね、小山さん、ランディが、はい、ここまでハングリータイガーを押す。そうだよ。ちょっと気になるっちゃ気になるんですよね。だろ。確かに気にはなりますね。ブロンコビリーのハンバーグも確かに気になることが。AD がステーキ屋でハンバーグですから。いやあいつはあれしか食べたことないからいやいや、それ一択だって言ってますからね。一択ですから。えちなみにどこ食べたことあるんですか。あ僕、はい、フライングガーデンとビッグボーイですかね僕は。なるほど、はい、私もフライングガーデンと、まあ、47都道府県ご挨拶の旅で爽やかさをいただいたので、ね、この2つしか、はい、なんでハングリータイガー以外はハンディは昔ビッグボーイ1回だけ。ああビッグボーイ行ったのね。でもハングリータイガーが好きなんだよ。あ、ね、
まあ、私は爽やかフライングガーデンビッグボールしか食べたことないです。どうすな AD はどこ？フランコビー一択です。一択だ。それでもね。それでもね。そこしか行かないんだね。そこだけです。ああなるほどね。でも一箇所に絞らないといけないので、そうそうそうやっぱりフライングガーデン。ビッグボーイですわ。ビッグボーイ。フライングガーデン。アングリータイガーしようよ。いいじゃないですか、フライングガーデン行きましょうよ。わかった、じゃあ全部食べに行こうよ。 What? 今日え Really? うん、いやいやいや全部全部食べに行こうよ、いい、ね、みんなでそれいいかもしれないよ。そうでしょ、食べたことないとこもあるわけだから。5店舗回っちゃうってこと。そういうこと、そういうこと。お店5つ回ったか。5つだって5人でいますからね。あでもそうね、これちょっとこれを企画にしちゃうってことですか。お金もかかるよ。 YouTube っぽいでしょ。これで動画にしちゃう。 YouTube っぽい成立するよ、これ。いいですね。じゃあランディ、お金は出さないよ、大丈夫。出たまたお金の話ですね、ランディ。もうランディ当たり前だろ。デスク頼むぞ。まあまあそこはまた差し込んどきますね。あ、またそれ言っちゃった。大丈夫ですか。そんなのばっかりじゃないですか、デスク。やるよな。やりすぎですよ。ランディあんまりそんなやんないで、バレたらクビだって。クビになっちゃうから。エディここはカット。内緒にしたとは大変なことですよね。でも大丈夫ですか、あのスピードガンから。もうそうね、ここもちょっと厚みが増してきてますよ。でもバズればいいんですから。またそれ言ってますよね、小山さん。バズれば大丈夫。バズればバズればって、もう安定した低空飛行ですよ。食レポだぞ。それ言ったらおしまい。食レポね。そうだよ、まあ、食レポ得意ゾーンなんでバズればいいんです。バズればいいんです。ランディが一番ちょっと食レポ頑張ってもらわないとダメなんですよ。言うだけ言ってますけど、うまいなこれだけじゃダメなんだよ、ランディ。あと止まっちゃうね。そう、うまいこと言わないと。もっとね、少し考えてるんだよ。考えてるのね、まあ、我々の得意さん。やっぱりあれですかね、アグレッシブに行くってことですか。もちろん、ワインで乾杯だからもうアグレッシブに行くから。全部すごいですね。早速静岡からですかね。ちょっと遠いぞ。でもやっぱ飛んでけばすぐですか。あ、飛んでけばね。いいね、飛んでけばすぐ。じゃあ飛んでいこうぜ。はい、行きますかね。行きましょうか。せーの、はい、来ました。早かったですね。早いっすね。さすが飛んでくれば早い。飛んでくれば早い。早いということで、です今日は爽やか長泉店ですかね。はい、東京から来られる方はね、はい、沼津のこのお店、はい、おすすめです。一番近いところここってことなんですかね、デスク。御殿場が一番近いんですけど、はい、かなり混むらしいんですよ。アウトレットの関係もあるんですかね。噂によると最大9時間待ちもあり得る。9時間ですか。非常に待つと。あ、でも9時間ってだってどういうことなんですか。朝予約して晩ご飯で食べれるぐらい。どういう感じですか。寝て待つ感じだな。なるほど。ただ長泉店も含めてなんですけども、うん、静岡県にはたくさん爽やかがあるということで、まあ、47都道府県の時にはご挨拶の時にですね、うん、知ってはいたんですけれども、うん、こういったお店でも長いと多分2時間ぐらい待つっていうのを聞いたことがあります。待ちますね。え、はい、今日は朝一番に来たということで、はい、まあ、開店と同時に入れるということなので、そうですね、早速食べに行きたいと思います。イエッ、行きましょう。行きましょう。いやー楽しみですね。初めての爽やかです、僕。腹ペコだよ。はい。11時に行くっていうのはおすすめかもしれない。そうですね。はい。失礼します。はい。はい。はい。まずレアですね。
ダッフィーはい、場合は鉄板で、はい、まああるんですよ、はい、鉄板に押し付けてちょっといただくというので、いや、これはこれは美味しいです。これできよ、うん、いいよ、この水をつけたらすごくないよ、このレア感、これをすごい使って切って、そうですね、このレア感がまた甘みですね、美味しいです、肉肉しいよ、うん、肉肉しいよ、これを、なんか、うん、ちょっと食べて、ご飯も進んじゃいますね、これ、うまい、うまい、うん、中がいいやね、うん、しかも、ジューシーで、ジューシー、肉の臭いですよ、噛み応えもあります、これは美味しいですね、しっかり味わって、うん、最後完食して、うん、次の回転で、そうですね、まずはちょっと食べましょうかね、食べましょうか、はい、はい、美味しいです、最高です、美味しいです、最高です、うん、ごちそうさまでした、美味しかったですね、美味しかったですね、もうソースも抜群でしたしね、ランディが食べてる途中にステーキを食べてるような食感だった感じがありましたけど、うん、お肉がレベル高いですね、レベル高いですね、店員さんもお肉の焼きはどうですか、そう丁寧ですよね、気配りができて接客も一つ素晴らしいですね、もう一人前いけるぞランディ、検証していかなきゃいけない、てか食べれちゃう、本来だとおかわりしたいぐらいなんですね、うん、そうだな、ハンバーガーもおすすめということで、あ、ハンバーガー、ちょっとまた次来る楽しみができました、ということで、早川さんでした、美味しかったです、美味しかったです、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、いやー、さわやかさん、めちゃくちゃ美味しかったですね、美味しかったですね、いやー、私デスクが静岡まで行くって固くなに言う意味も分かります、大満足です、いやー、久しぶりにいただきましたけど、やっぱり美味しかったですね、美味しかったですね、ちなみにデスク、次はどこ行くんですか、ちょっとテンション上がってきましたよ、次はね、ハングリータイガーに、イエーそうだよ、ハングリータイガー、お待ちかねだね、ランディ楽しみですね、楽しみですね、ランディがこんだけ押してるわけですからね、そうですね、そうだね、食べてまあ、でもちょっと爽やかもうまかったんだよなちょっと怪しくなってきてるんじゃないですか、ハングリータイガーちょっと怪しい、まあ、検証ですからね、食べに行ってみましょうかね、です、ね、早速、はい、じゃあ、はい、飛んでいきましょう、飛んでいきましょう、飛んでいく、じゃあ皆さん行きますよ、はい、せーの、はい、着きましたね、早かったね、大丈夫ですか、何やってました、ここに消防しちゃった感じですね、バカだなお前ちゃんと下向いて降りてこいよ頭ありたよ、まあまあまあ、とりあえず早かったですね、飛んでくるね、早かったですね、ハングリータイガーに到着しました、ここランディの一押しのお店ですよね、そうだよ、ここ大好きなんだよランディ、混んでるんです、当たり前だろ、みんな大好きなんだよ当たり前だよね、そうだよとりあえず初めてなんで楽しみですよ、じゃあ早速食い行こうぜ、そうですね、ですね、ハーモニータイガーにレッツゴー、行ってみましょう、お友達ですか、いや、そんなわけねえだ、あ、違いますどことなく似てます、そう、なんとなく似てる、まだ開けてください、油はねます、はい、お願いします、お好みでかけてください、はい、お後は、はい、オリジナルのデミグラスソースのメーカーが使っています、はい、オリジナルソースはやっぱりこだわってて、ね、ラッコだね、だからラッコしてるんだね、ラッコだ、うまいねそうだよ、ラッコはもう元気つけないと欲しいんだよ、そうだ、向きがいいよ、
しかもこれ食べてるから。そうだな。今日ちょっとスケジュール入ってないんだよな、ランディ。珍しいじゃないですか。まあ、ネイビーコールに来るけどね。うん、これが絶対来るんだよ。うん、断ることなんかね。もちろん。ネイビーパーツだね。そうだよ。ということで、はい、お願いします。ということで、皆さん、ご参加いただきましたね。そうですね。はい。いただきたいと思います。せーの。いただきます。じゃあ、いただきます。いやー、楽しいですね。オリジナルのデミグラスソースって言ってましたもんね。はい。楽しいです。結構よくしっかり焼けてるんですね。うん。いただきます。うん、うん、美味しい。うん、美味しいです。うん、これまたちょっと歯応えが違いますけどね、うん、これはそれでまた very very delicious だよ。美味しい、美味しいよ。なんだよ、あんなあれだけハングリータイガーって消してたのが分かるね。いや、うん、そうじゃん。うん、すごくお肉が甘みが出てきますね。食べ応えありますよ。これを入れて、じゃがいもマヨがご飯。うん、じゃがいもも最高ね。うん、しっかり焼けてるんですよね。肉汁がすごい出てきますね。うん、ちょっとこれいいじゃないですか。いいですね。あ、ハングリータイガー、これはちょっと私初体験でございます。本当ですね。引き続きじっくり味わって、うん、いきたいと思います。チェリーボーイみたいなこと言ってくるんだ。娘だと何だよ。そのオリジナルソースなんかものすごい美味しいです、ね。このデミグラスソースか。ちょっともうちょっと食べます。はい、食べて帰りたいと思います。はい、うん、うわー、美味しかったね。美味しかったですね。濃厚なこのソース、そしてこの肉チーズ、うん、ワイルドで、とてもそうですね。だから、何言ってたの。はい、ただこう、そうなんだよ。オリジナルデミグラスソースがうまい。これ飲めるよ、飲めちゃうね。ということで、完食です。完食です。せーの、ごちそうさまでした。いやー、ハングリータイガー美味しかったですね。あっただろ、はい、だから言った。いやー、ちょっと知らなかったのが恥ずかしかったです。恥ずかしかったですね。大好きなんだよ、ランディは。こんな美味しいハンバーグ屋さんを今まで食べてなかったっていうのが、はい、残念でならないですよ。東京からも近いですしね。ランディがスチューデンスの時から食べてるんだよ。スチューデンスの時からね。いいもん食べてるだね、ランディ。すごいだろ、この体になるわな、まあね、ランディはお坊ちゃまなんだよ。お坊ちゃまそうだよ。まあその辺のアピールは後ほどということで、デスク次はどこですか。はい、次はビッグボーイに行きますよ。いやー、僕推しじゃないですか。はい、やっと東京に戻ってくるわけですね。楽しみですよ、これも。じゃあ楽しみだよね、うん、飛んでいきましょうか。また行っちゃいましょうか。そうだよ、時間ないし、うん、パパッと行かないと。はい、それでは飛んでいきましょう。はい、ビッグボーイに向けて、せーの、よし、着いた。着いた。いやー、早かったっすね。早かったっすね。おビッグボーイ、ビッグボーイ、ここここここですよ。アッキー調子、ビッグボーイ、僕推しです、ビッグボーイ。ランディまだ腹減ってるんだよ。ちょっと減ってきちゃいましたよね。そうですね、この、うん、飛んできた間に飛ぶの力使います。そうですね。早速行ってみましょうかね。行ってみましょうか。はい、レッツゴー。いやー、楽しみだ。楽しみっすね、ビッグボーイ。なんてたってビッグボーイですからね。よく言われたよ、ランディも。子供の頃は子供の頃ビッグボーイだった。ビッグボーイ。
そんなにビッグボーイだったんですか。そうだよ。いや、いい匂いですね。ちょっとお腹も僕空いてきましたよ。何、はい、だってまだ腹立てないよ。そうだよね。そそる、うん、いい匂いですね。食べ盛りのお子様なんかもね、うん、おかわり自由ですからね、そういった最高ですよ、うん、そうですね、引き続き味わっていきたいと思います。そうですね、いやー、さん美味しいですね。ね、きっつり食べれますね、うん、ですからね、はい、いやー、美味しかったですね。美味しいですよね。タレがやっぱり私は好きですね、タレ、タレよ。どうでしたか、ガーリックソースか。うまかったよ、独特の。あれ、まあ、朝力ついたよ。はい、いやもう、頑張れるね。ということで、まあ、本当にサラダバーなんかもあってですね、うん、ご家族で来たら喜ばれる、お子様大喜びのお店ですね。さすがにちょっと我々の年代ですと、こっからカレーってなかなか経験ないですけど、うん、カレーもでもお子さんたちそうだよね、うん、食べ方に行けるの、はい、食べてもらって、うん、またこの追い焼きができるというのは嬉しいですね。これね、まだジューシーってますからね、うん、ということで大満足、うん、美味しかったです、はい、ではごちそうさまでした。いやー、美味しかったっすね。ビッグボーイさん、美味しかったです。大満足ですね。今3店舗行きましたけど、はい、ハンバーグ専門店をこう来てるわけじゃないですか、はい、やっぱり各店各店の特徴出てましたよね。連続で食べることで、そう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 、特徴がより
感じることができて、でもどれもうまいよな。俺も美味しいんですよ。ビッグボーイさん、この後から追い焼きというか、追い焼き、ね、好みで焼ける、うん、やっぱりこう香ばしくなって、うん、またお肉がまた違う味にね、はい、変わってきました。味チェンしたぐらいの、そんなインパクトがありましたね、うん、そうですね。ちなみにデスク、次はどちらでしょうか。オッケー、次はブロンコビリー行くよ。おーきたね、エディー。エディー来たね。ブロンコビリー、エディー、ブロンコビリーしか行ったことなかった。そうそう、でもそこのハンバーグを押すもんだから、そうですね、僕もやっぱ気になっちゃって、初体験ですね。次も楽しみだよ、はい、じゃあ早速飛んでってみましょうかね。そうだな、せーの。早かったっすね。やっぱり飛んでくると早いですね。毎回これで行こうね。そうですね。とは言っても日も暮れてきました。そうですね。ということで、AD 一択ブロンコビリー。そう。お前らも結構食うな。そうですね。何もまだまだ食えるけどよ。なんだかんだね。まだ大丈夫だよね。パリ全ての店が美味しいんですからね。美味しいから入っちゃうんですよね。ちゃいますね。でも見てくださいよ。ステーキハウスですよ。ステーキ推しなんじゃねえか、じゃあ。多分。でもそこのハンバーグっていうね、だよな、お肉もだやっぱいいお肉なんだ。気になってきました。食いてえな。そうですね、じゃあ早速行ってみましょうかね。行きましょうか。 OK、 じゃあレッツゴー、ゴーということで、なんかお店のこのライトアップもちょうど夕暮れでいい、いい感じじゃないですか。そうですね、はい、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、せーの、いただきます。塩辛いって言いますね。これ珍しいですよね。なんか岩塩みたいな感じですね。うわ、すっごい、すっごいレアレアな感じの。とろけるような食感がありますね。そうみたいな。でも肉にかしいな、うん、そしてジューシーですよ。そう、塩はおすすめですね。うん、おいしい、うん、じゃあちょっとタレでもね、いただいてみますね。タレのほうですね。はい、飲む。あー、タレもうまい。うん、でもタレといったらご飯ですね。うんうんうん、うまっ。ご飯もこのふわふわですよ。うんうん、お米美味しい。このジューシーさというか、この食感が柔らかいというか、そうだね、外が少し弾力があって、中がもうしっとり、うん、トロみたいな食感で滑らかですね。噛んでいくとすごい肉肉しいからさ、ステーキ食べてるのかハンバーグ食べてるのか分からないくらいで、はい、すごいですね。じゃこちらも、うん、美味しくいただいていきましょうか、ね。そうですね。最高な気分ですね。いやもうゲロリと完食でございます。なかったよ。四軒目ですよ。そうなんですよ。でこれリレーシブに 210g にしちゃったじゃないですか。はい。もうちょっと多い方が良かったよな。260でございます。ちょっと後悔してます。ちょっとこれぐらい美味しかった。美味しかったよ。これちょっと分かんないですよ。分かんない。レベルが高すぎますね、これ。タレも美味しかったですし、塩も美味しかったです。塩がね。塩だけでも全然美味しいハンバーグですよ。びっくりビリーだよな。びっくりビリー。びっくりしたよ。本当に。本当 AD がね、これ一択ですって言った。理由、ちょっとどうしてもステーキハウスなんで、そうなんですよね。ステーキ頼まないとっていう気持ちが先に出ちゃうんですけど、こんなハンバーグ、そうですね。こんな近くにあってますね。いや、完食ということで、いや、ごちそうさまでした。いやー、ブロンコビリーめちゃくちゃ美味しかったですね。ちょっとこれ。なんで気づかなかったんでしょう。ハンバーグがここにあること。ハンバーグがここで、いやでも今
でお店出てくる時も、うん、入っていく時も焼いてて、そう出ていく時も焼いてて、焼いてるんですよ。ハンバーグ売れてるんですね。やっぱり頼むんですよ皆さん。ランディも多分住んでるところの近くにあったら出たかもしれないけど、ブロンコビリーね。そうなんだよ、うん、ないんですね。そうだから今日来てよかったよ。よかったですね。いやこれは本当に分かりませんね。本当 AD にいいことを教えてもらいましたね。そうですね、まあ、でも客の理由が分かります。デスクが全部行こうって言ったのが良かったんだよ。そうだ、それも良かった。そうだ、ナイスアイディア。差し込みもね、すごい。差し込みもね差し込みもねカットしなくちゃいけないから。ちなみにデスク、次ははい、次ははいフライングガーデンです。やりました ね、 いいね。じゃあ早速フライングガーデンだけに飛んでいくか。おお、はい、行ったね。フライングね、フライングね。よっしゃ、行きましょう。せーの、フュー。着きました。早かったですね。フライングガーデンといえば爆弾ハンバーグですね。爆弾ハンバーグですよね。ということで、皆さん最後5軒目ですけど、お腹の具合はいかがですか。まだまだランディは腹ペコだよ。おお、いいっすね。ね、まあちょっとね、これでお腹いっぱいかなという具合にはなってきましたかね。私も意外にまだちょうど、あ、本当ですか。これ食べられるぐらいは、はい、空いてますしね。全然、意外に全然大丈夫かなって。まあ、全然食べれる。はい、全然大丈夫。まあ、せっかくそのためにダイエットしたわけですからね。そういうこと。でもちょっと待って、デスクちょっと、デスクちょっと戻ってないですか。戻って、そんな気のせいだよ。何キロぐらい。今日はチートデーだから関係ないんだよ。毎日チートデーみたいなこと言ってますよね。デスクね、よくこの体でチートとか言えるよな。まあまあ、まあ、このうちニートになっちゃうぞ、お前。ほら、チートで、それが必要だ。チートデスクがニートになったら困るから。ニートさ、はい、アキがあるからね。アキがすごい。まあでも何でもニートみたいなもん。何言ってるんだよ。そうだそうだ、そういうことじゃない。そういうことじゃない。それはみんなね、今一生懸命、今一生懸命やってるから。今なくなってきた。気を取り直して、皆さん言われると、デスクの言うとおり、ね、今日はチートデーということでね。そうですね、美味しくまた最後、うん、爆弾ハンバーグ、フライングガーデン食べていきましょう。そうですね、じゃあ行ってみましょうね。行ってみましょう。レッツゴー。はい、レッツゴー。大匂いしてますよ、もう。本当ですね。デスクのさ、ネタとかやめなさい、やめなさい。
やばかったね。でしたね。びっくりしたよ。そうだな。ランディまだお腹空いてるよ。いける。まだいける。ちょっと次もさ行こうぜ。いやもう僕ちょっと思いついたんだよ。デザートでさ。デザート。引っ越す。おデザートでも新しい。そうなの。確かにね。行こうぜ。気になるんですけど。どうだよ。だらしないこと言ってるんだよ。まだまだ腹ペコだよ。早く行こうぜ。ゴールドシー行こうぜ。ゴールドシー。いやいや、ハンバーグ5件。いいから。腹ペコだよ。早く行こう。ゴールドシー行こうぜ。デスク行こうぜ。いや、ラディ、もうね、お財布が空だから。何言ってんだよ。行くなら自腹で行って。そうそう、させるのどうだよ。5件も6件も一緒だろ、デスク。ないのか、お金。もうない。それはそうだよ。ハンバーグ食べさせてもらってたんだよ。今、OK。OK。ましたけど。そうですね。美味しかったです。また行こうよ、ゴールドラッシュ。そうだな。また次の企画でやろう。そうですね。美味しかったです。美味しかった。いやー、美味しかったですね。5軒回ってきましたけども。5軒回りました。なんかランディ本当ちょっと物足りないぐらいだよ。まあただ本当にコーツつけがたいですよ。どうなんでしょうか、どこがどうっていうね。ということでね、結果をこの後総評していきたいんですけど、ちょっとここの駐車場ですとご迷惑をおかけしてしまうので、場所移動して撮影しましょうかね。そうですかね。はい、ハンバーグ食べて力もつけたんで、そうですね、ちょっと醤油券飛んでっちゃいましょうかね。醤油券で飛んでどうするのか。そうです、やるな、すごいね。それいいですか、やってみましょう。行きましょう。じゃあ行きましょう。せーの、醤油券。ということ大丈夫ですか。ハンバーグ食べて力が有り余っちゃってんだよね。こっち来たと思って、ね、ということで、はいはい、場所を移動してまいりまして、そうですね、早速なんですが、本日の総評というところ で、ね、朝、まあ、ちょっと何も決まっていない状況の中ですね、ハンバーグそれぞれ皆さん5店舗割れまして、はいはい、まあ、その場で回ってみようってことになったんですが、すごい企画でしたね。よくよく考えたら、ね、よくよく考えると本当に回れるのか不安だったんですが、回り切りましたね。よかったですね。はい、よかったですね。1日5店舗って聞いて、正直不安しかなかったですよ。そうですね、食べれんのかなっていう、ね、5食ハンバーグ、ランディはまだいけるんだよ。本当に行かなくていいか。まあまあ、いやいや、ちょっとあの今ではもちろんね、食べれなくはないですけど、美味しくいただくっていうのが大事なことだと思うんですね。無理して食べるものでもないですからね。ここの辺でね、そういうことです。ちょうどよくですね。でもちなみになんですけど、印象に残ったお店どうですか、アッキー。もうどこのお店もすごく印象的なんですよ。今日回った5店舗でそんなにね開きがなかったな。どこも美味しかった。でどこもインパクトがあって、間違いないですね。なんでまあちょっとどれもコーツつけがたいっていうのが正直なところなんですよね。間違いないですね。食べログで言えばですよ、4.5 以上5店舗、そう、そんな印象です、ね、その中でね競い合ってるっていうところだと思うんですね。なかなか難しいです。ランディももうさ、ハングリータイガーだと思ってたんだよ。だけどさ、どれもこれも美味しくて、一番最後に食べたちょっとインパクト残ってるんだよね。サイクガーデンさんがね。そうで今迷ってるんだ。いやだから本当今日は全部いろいろ回れてよかったよ。私もフライングガーデン激勝してましたけど、やっぱり食べてみないとわからない。わからない。これから皆さんに結果を発表していただくんですけれども、ぜひフォロワーの皆様にもですね、もし週末行くならどこのお店に行くか、私たちもこの後発表しますけど、ぜひフォロワーの皆さんもコメント欄にいただけると嬉しいですね。嬉しいですね。こう皆さんの票をいただきたいですね。じゃあ早速なんですけど、まずは AD からですね。はい、週末ドライブへ行くならどこに行くっていうことで発表お願いします。はい、
今までだったら特等でブロンコビリーだったんですけど、はい、ですよね、一択でした、一択だったんですけども、今日あのビッグボーイ食べてですね、おあまりにも美味しくてですね、おおお今週末はちょっとビッグボーイに行っちゃおうかなって今思ってます。暗がいだ、暗がい。いいじゃない、いいじゃない。それが今日やった意味があったってことだと思いますよ。すね、だってブロンコビリー一択だったんだからな。してたのにね。そうお前はチェリーボーイから今日からうまいこと言うんだよな。ということで、じゃあちょっと暗がったということで、うん、そうですね。確かに美味しかったですね。美味しかった。美味しかった。ちなみにデスクどうですか。はい。うん、私は。ハングリータイガー。おお、クラが入った。そうだろうんです。そうですよね。うまいんだよ。美味しかった。美味しかった。わかるよ。まあ、ちょっとチャリだけど頑張って横浜に行こうかな。あ、そっか、ドライブ。まあまあ電車もありますね。たくさん食べて、たくさん食べて、そうだよ。確かに、行ってきます。行ってきます。はい。いいじゃん。店の雰囲気も良かった。良かったね。良かった。美味しかったですね。ちなみに、アッキーはいかがですか。僕ね、もう本当コーツつけがたい中でもやっぱりね、爽やかさん。ああ、いいですね、爽やか。今週末行くなら、あやかさんだな。静岡だけど、わざわざレベル。わざわざ。だってね、やっぱこの食感もそうですし、ジュワーっていうこの肉汁の感じも一番僕好きな感じだったんですよね。いや、一番最初だしな。そう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 。でもお腹ペコペコで行ったっていうのはあるよね。そうだよ。いや、爽やかさんも店員の方も元気で、そう、本当そうですね。お味は大丈夫ですかなんて聞いてきてくれる、ね、サービスもとっても良かったですもんね。まあ、もちろんお味も最高でしたね。美味しかったですよね。ランディと、ランディはそうなんだよ。さっきまでは迷いながらもやっぱりハングリータイガーだと思ってたんだけど、そうだよね、変わっちゃうの。そうだよね。最後に食べたフライングガーデンがちょっと勝ったんだよ。でしょ、フライングガーデン。そうなんだよ。だから今週のデートはフライングガーデンに決めたよ。おでもね、ランディもあんだけ豪語してたのが、ハングリータイガーって言ってたの、うん、もっとリールベストだよ。そうです、ね、サワーサワーね、みんな美味しいんだよ。ほんとそう、うん、ほんとそう。私はちなみになんですけど、小山さん、はい、フライングガーデン激勝だったんですが、うん、私はのブロンコビリーで、わかるわ、わかるわ。ステーキのイメージしかなかったので、そう、違うの、僕もね、恥ずかしいと思って、はい、ブロンコビリーと爽やかさんがもうどっちだろう。確かに、ほんと迷った。それぐらい美味しかったブロンコビリーさん。行ったこともあって、うん、ステーキしか食べたことがなかった。そうなんですよ。ちょっと恥ずかしくなっちゃって、ちょっと盲点でしたね。先ほども言った通りで、うん、食べログで言ったら 4.5 以上、うん、5、この0.5ですね、うん、ここの中の差ぐらいですからね。そうな、もう高レベルな差をしたですよ、はい、本当に。繰り返しにもなりますが、ぜひフォロワーの皆様が週末行くならどこに行くということで、ぜひコメント欄に入れてほしいですし、そうですね、本当に美味しいお店だったので、この5店舗、うん、まだ行かれてないところがあればね。そうですね、またそこに行ってみてほしいですよね、はい、ご自宅のまたお勤め先の近くにある方ない方いらっしゃると思うんですけれども、うん、ぜひこの5店舗ですね、うん、旅行に行く際だったり、うん、ちょっとドライブに行く際にですね、うん、ぜひ巡っていただきたい5店舗でございます。そうですね、皆さん本当におすすめですので、ぜひコンプリートしていただきたいと思います。まあ、ただこのハンバーグですけれども、うん、この食べ歩きする前まではですね、うん、無難なお料理という印象がありましたけれども、うん、お子さんたちも好きですからね、ハンバーグはね、ただ、うん、そういったものじゃなくて、ほんと一つのお料理としての見方が変わりましたね、うん、これからわざわざあそこのハンバーグを食べに行こうっていう気持ちになるんだよ。そうそうそう、なるなる、それぐらい変わるよ。ラーメン、おいしいハンバーグがやっぱりあるんだなと。あるんだなって、そこら辺のと違う店がこれだけあったってことなんだな。そうそう、だからやっぱりね、言葉悪いですけど、ありきたりな料理ですけど、はい、そうですね、ここまで美味しさを見せつけてくれる、こだわりを見せつけてくれるとですね、はい、ハンバーグ自体に情熱すら感じますよね。いや、そうですね、そうだね、あのこの見せ方、パフォーマンス、パフォーマンス、そう、お料理が出てくるまでの、ね、いいこと言うじゃん。ありがとう、ランディ。情熱だ。そう、情熱、熱い気持ちがね。そうだよ、ランディの好きなさ、ハングリータイガーだってあれでずっとやってきたんでしょ。そうだよ、それ考えたらね、やっぱりよかったか、あの焼いてるところとかさ、すごかった。
焼き場の見せ方はハングリータイガーが一番だったすごかったですね。それぞれお店にやはりいいところありますので、うん、だからもう子どもの料理じゃなくて ね、はい、大人も十分楽しめる料理として楽しんでもらいたいなと。すごいいい経験ができましたね。そうですね。ということで、皆さんもぜひこの5店舗ですね、うん、行ったことある店ない店あると思うんですけれども、うんうんうん、コンプリートしていただきたいなと。ぜひね行ってほしいですね、はい、全部バーグのまた考え方が変わるぐらい、うん、とっても美味しいですし間違いないと思います、うん、というところでですねご挨拶させていただきましょう。そうですね、はい、それでは皆さんご一緒にワインで乾杯。